葵くん、学食に新しいメニューが入ってるわ。期間限定ですって。へえ、それは気になるね。でも今日は A 定食の気分で来ちゃったから迷うな。優柔不断なんだから、うん、ランチのメニューくらいビシッと決めてみせるさ。たまには冒険して期間限定メニューだ。期間限定メニューは3つあるわよ。どれにするのかしら。ちょっと考えさせてほしいな。